選手の経歴や戦績ご紹介しましょう。まずは IBF WBO 世界ジュニアバンタム級チャンピオン、ジョニー・タピアです。アメリカ・ニューメキシコ州アルバカーキー出身の30歳です。88年にプロデビュー、そのスタイルは典型的な喧嘩ボクシング。94年にはヘンリー・マルチネスに11回 TKO 勝ちし、空位の WBO 世界ジュニアバンタム級タイトルを獲得。昨年7月には IBF 王者で同郷のダニー・ロメロとの統一戦で12回判定勝ちし、王座を統一するとともに WBO は11度の防衛に成功しています。戦績は43戦41勝2引き分け、41勝のうち24の KO 勝ちがあります。一方、挑戦者はランキング4位です。タフな技巧派サウスポー、アンディ・アゴストです。プエルトリコカロリナ出身の27歳。90年にプロデビュー、その後連勝を続け、97年9月 WBA 世界ジュニアバンタム級1位のフリオ・ガンボアに唯一の1敗を喫しています。持ち前のスピードとコンビネーションでタピアの突進を止めることができるんでしょうか。戦績は15戦14勝1敗、14勝のうち7つの KO 勝ちがあります。はい、浜さん、この試合どの辺に、期待しますか。タピアは誰とやっても大体似たような攻め方をするんですけど、今度はサウスポーなんです。サウスポーとやる場合に何か違うやり方をするのかなというふうにちょっと期待しますけどね。さあ、どうなりますか。早速それではご覧いただきましょう。 IBF WBO 世界ジュニアバンタム級のタイトルマッチです。この試合は昨年の12月13日アメリカフロリダ州のポンパノビーチで行われたものです。IBF WBO 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ12回戦、ジョニー・タピア対アンディ・アゴストの一戦です。Introducing to you the challenger on my left. He is fighting out of the blue corner, entering the ring wearing multicolored trunks and joining us from Carolina, Puerto Rico. He weighed in at the junior bantamweight limit of 115 pounds even. His record stands at 14 wins, 1 loss, 7 wins coming by way of knockout. Please welcome the challenger making his first attempt at a world title, the WBO number 12 ranked contender, introducing Andy Huracan Augusto. And presenting his opponent across the ring, the defending champion on my right, fighting out of the red corner. He is wearing white trunks with gold lettering, hailing from his hometown of Albuquerque, New Mexico. He weighed in the same as his opponent at the limit, 115 pounds. He is undefeated in his campaign in the ring with 41 wins, no losses, 2 draws, and 24 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, here he is, the undefeated IBF and WBO junior bantamweight champion of the world, the undefeated Johnny. タピアにとりまして、この試合 WBO のタイトルは12度目の防衛戦になります。 IBF は初防衛戦です。アンディ・アゴストはこれ髪の毛赤く染めてるんですね。まあそうですね。でトレーナーがですね、あれ入れ墨増えましたね。あ、そうですね。肩甲骨のところ、後ろのところですが、今まで背中に一つだけだったんですが、両肩に入りました。ダニー・ロメロに勝ってその急激に増やしたんですかね。なるほど、タイトルも2つになりましたので、景気づけかもしれません。さあ、試合が始まりました。フロリダ州のポンパノビーチで行われた試合、 IBF 世界、ジュニアバンタム、それから WBO 世界ジュニアバンタム、この2つのタイトルが立っています。まあ、頭も派手ですが、派手なトランクスを履いています。アンディ・アゴスト27歳です。168センチあります。ジョニー・タピアも169センチ、身長はほぼ一緒です。力
かしアゴストのプロのキャリアとしては16戦目、非常に浅いキャリア。おー、ナイスアッパー。はい、おー、右のストレート。今回はプロモーターをボブ・アラムからドン・キングに変えて初めての試合です。これ変わったんだよということを11月の8日ホリフィールドモーラー戦の時に紹介されてましたね、場内で。そうですね、ドン・キングはしっかりその辺宣伝を行っておりました。ミロスレトシャープです。7月18日ダニー・ロメロと統一戦を行った試合以来のこの試合ということになりますから、5ヶ月ぶりです。ジョニー・タピア。一方のアゴストは前回の試合から2ヶ月半短いインターバルで試合を行います。アンディ・アゴスト、プエルトリカンです。左側のところヒットしました。ただアゴスト、はい、アゴストは結構右アッパー落ちますね、あれはタピアとすれば見えにくい角度から来てるんですよね。まあマイケル・モーラがですねライトヘビー級時代右アッパー得意としましたけどね、シャープな左を打ちます。アンディ・アゴスト、オートン右、ああいい右アッパーですね、いい右アッパーだったですよ。ジョニー・タピアのいい右アッパーを見せました。確かにですね、はい、いい右アッパーですけど随分強引な右アッパーでもありますよ、あれは。ああそうなんですか。距離からフェイントかけるわけでもないし、そのまま左持たないですぐ右からですからね。まあ、自信があるからああいうの打てるんですね。そうなんでしょうね。おなじみのこの強力な右、ジョニー・タピア、非常にエキサイティングなボクサー。そしてスピードがあります。ここでゴングです。第1ラウンドを終えました。まあいろいろ人生においても修羅場をくぐっているようですから、ああいうの平気で打つことができる、そんな太い精神力を持っているんでしょう。まあ試合、はい、試合では性格出ますからね。ああそうでしょうね。もう誰も助けてくれるわけじゃないですからね、この資格の中に入ったらね。性格出ますよ、さあ小泉さんどうでしょうか。第1ラウンドは私はタピアの10対9ですね、はい、アゴストもですねいい右アッパーその2度ほど入れましたけどね、その後ですね、逆にいい右アッパー、そのタピア打ちましたし、そして左フックもですね、打ってましたね。で、構成も取ってましたし、はい、まあ、ジョニー・タピアも、まあ、激しい性格なんですが、このアンディ・アゴストもなかなか大したもので、計量の時にタピアと一悶着を起こしたという情報もあります。格好からすると、これも、まあ、このアゴストも、なんか、ありそうですね。ボクシング界 のロドマンですね。髪の毛を赤く染めています。一癖も二癖もありそうなそんなアンディ・アゴストでもなかなかスピードありますよね。いい左ストレート、はい、右アッパー打ちますよ、この選手は。タピアが真正面で立ってると本当に左ストレート真っ直ぐ飛んできますからね。まあ、タピアの迫力があるからそのアゴストのパンチは打ち消されてますけどね。お互いに動きで牽制し合います。左右に行きました。ボディブロー、タッピアが空振りしてバランス崩したところを右フック食ってるんですけどね、はい、タッピアの迫力があるんでそのアグストのパンチが打ち消されてますね。この左アッパーが飛んできます。まあ、この迫力というのはタッピアの最大の持ち味かもしれません。
ただですね、その迫力はありますよ、はい、で度胸もいい、ええ、ただですね、見た目ほどはパンチはないんですよ。っていうのはですね、力学的に考えてみて、この打ち方でですね、ウェイトは乗ってないんですよね、手打ちなんですよ。あ、そうなんですか、うん、あのスピードのあるパンチ、特にワンツーですね、あの先にともかく強気に打っていくわけですよね、はい。堀林さんになりました。打ち下ろし、全ストレート伸ばします。アンディアゴス右ボディを叩いて伸び上がってから右で打ち込んでいきます。ジョニータピア第2ラウンド終了です。まあ、最初トレーナーの話しましたけどね、今背中向けてます。これがあのフェリックス・トリニダードシニアですね、はいはい、あのフェリックス・トリニダード IBF のウェルター級チャンピオンですね。名前出てますね、はい、の親父さんなんです、はい、でファングスマンというのがですね、あの具志堅用高さんがタイトル取ったあのチャンピオンですよね。具志堅用高さんが、まあ、グスマンからタイトル取ったんですけどね。トリニダードシニアっていうのはですね、プエルトリコでは今本当にもうナンバーワントレーナーですね。いろんないい選手持ってますね。第3ラウンドに入ります。まあ、2ラウンド目もトリニダあのタピアのラウンドですね。白のトランクスがジョニー・タピア、マルチカラーがアンディ・アゴスト。小泉さんはそういえばこのアンディ・アゴスト実際にご覧になったことがあるそうですね。そうですね、去年の9月27日ですね、はい、ラスベガスではない、ベネズエラのカラカスで、ええ、そのチャリティーボクシングがあったんですね。その時6つですか、中南米タイトルマッチがありまして、私ガンボア小泉連れて行ったんですけどね、ええ、その一つ前の試合がフリオ・ガンボアとこのアンディ・アゴストだったんですよ。どうだったんですか、印象は。まあ、2人ともいい選手だっていう前評判高くてですね、ところがフリオ・ガンボアがですね、2ラウンドでもうそうそうとこの選手 TK を2度ダウンさせてストップしたんですよね。その勝ったフリオ・ガンボアが今そのジュニアバンタムの1位で飯田選手の指名挑戦者ですよね。そうですね、はい。この選手も体柔らかくてですね、伸びるパンチ出してましたよね。一瞬腰が落ちかけた時あったんですが持ちこたえました、アンディ・アゴスト。その後打ち合いになります。このアゴストも打ち方が悪いんですよ、うん、はい、腰から下が死んでるんですよね。後ろ足蹴ってないし腰の回転してないですよね、ただ上半身は中南米の選手特有で柔らかいですよ。右をいきなりします。これも特徴であります、タピア。もうタピアはあんまり考えない方がいいですよ。もう自分のペースリズムでポン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 手出してきておいた方がですね、ちょっとやりにくいなと思い出してるんですよね。だからこのラウンドちょっと手数減ってるんですけれど、いいボディブローです。左から右、こういった打ち合いを制するのは得意です、ジョニー・タピア。ランダ戦と言いましょうか、浜田さん、どちらかというとこう乱れ加減の試合内容のがしやすいでしょうね。タピアの場合ですね、まあ実戦派ですからね、まあ、それに比べて今日のアゴストは本当に綺麗なボクシングしますね、ちょっとそういった意味でもちょっと先ほど言いましたやりづらいかなという思いがどっかに湧き上がってきているのかもしれません。ですから崩せばいいんですけどね、崩せば、まあ、本当にアゴストの綺麗なボクシング一つ崩れるとバラバラになると思いますけどね。第3ラウンド終了しています。
まあ、野球の長嶋茂雄さんがですね、ヘリクスなんかいらないで来た球そのままガツンと打ちゃいいんだって、はい、あれと一種似通ったところがあるんですね。そのこのジョニー・タピアっていうのはですね、もう自分のその距離になったらですね、手だってそういう打ちゃいいんだっていう、そういうボクシングですよ、はい、フェイントもない、そんなもう高等な駆け引きないんですよね。ただもうスピードがあって先に手出して、それで相手を威圧するっていう、そういう迫力のボクシングですよね。ジョニー・タピア、現在はこのようにボクシングで成功はしていますが、人生におきましてはいろんな辛酸を舐めてきました。まあ、本人の、悪い不徳のところもあるんですけれども、大体生い立ちからね、はい、劇的な人生を送っています。父親の顔を知らず、それから幼い時にお母さんがなんと、殺されたということで ね、で、まあ、そういった生い立ちですが、自らも麻薬に溺れていた時期もありました。もちろんストリートファイトに明け暮れておりました、このジョニー・タピア。まあ、ボクシングが救ったと言っても俺は過言ではないでしょうね。まあ、そうですね。だから鬼塚頼む作戦っていうのがありましたけどね、はい、あれ決定戦になる前、これタピアも世界1位だったんですけれど、結局麻薬中毒のためにランキングから外されたんですね。タピアがいたらですね、そのあの時代に鬼塚と絡んできてたでしょうね。ぜひ見たかった一戦でもあります。インサイドから来ます。うんと当たっていないようです。あの3ラウンド目頃からタピアのパンチが打って、そして体が立つわけですね、はい、打って、そしてその後に前に出れればいつものリズムになるんですけどね、2、3発打ってそのまま位置は変わらないんですよ。それなんでいつものリズムには乗れないですね。おーっと当てられます。アームストロが届きますよね。ストレート綺麗なものをパンチ出しますからね、リーチはアームストロの方が長いかもしれないですね。いや、数字上では一緒なんですよ。あ、なるほど。173センチなんですが、でも長く見えますよね。そうですね、長いパンチを打ってるということもありますけどね。まあ、ただタピアの踏み込みからするとリーチ差っていうのはそんなに関係ないんですけどね。あ、そうです、はい、ただ今日はリーチさ関係あるんですよ、あの踏み込みが、浅いと。ボディブロー、なるほど。あ、いいボディブローです。こっからですね、いつも出てくるのは、はい、先ほど控えていたパンチがまた息を吹き返しました。ジョニー・タピア第4ラウンド、あの左アッパーはいいパンチですね、左から右のストレートボディへ、コテゴング第4ラウンドを終えています。ポイント10対9ですね。タピアです、はい。まあ、ボクシングの放送の番組で言うことじゃないんですけどね、まあ、子供の頃にお母さんその殺害されたって言いましたけど、その殺され方がまた悲惨だったんですね。あ、そうらしいですね。だからそういうことで、もう不幸な少年時代悩みますよね。だからタピアの中にやはりこの野郎スピリットっていうのがあると思いますね、はいはい、そういう気持ちがあるからやっぱり立ち直るのも早かったということですね。まあ、その、まあ、これだけ素質がありながらですね、麻薬に溺れて、ところが陥落してきてからがですね、もう破竹の快進撃ですよね。まあ、本当に幼い頃に軽い気持ちでグローブを手にした時から、まあ、ボクサー人生が始まっているということなんですけども、おじいさんが元ボクサーだったということもあります。そうですね。だから まあ、そういう意味でですね、その、まあ、サラブレッドといいますか、いい素質は持ってるんですよね。何かね、どっかに体の中にそういったものがね、遺伝的にあるのかもしれません。さあ、ちょっと調子が出てきましたか、戻ってきたのか。
タピアらしくなってきました。左相打ちか。まだタピアらしさはまだですか。止まってますね。普段よりもちょっと食ってますよ。こういうのはやりづらいんでしょうかね、やっぱり。やりにくさは出てますね。まずタピア得意の左のジャブが当たらないですね、はい、というのはアゴットがですね、右手でみんなパーリーはたき落としてしまうんですね、はいはい、で相手懐深いしアップライトで立ってますし、身長も今までの相手よりは高いですよね、はい、自分と変わりませんし、今日はだからちょっと的中率が悪いですよ。だから心の中でお主やるなっていうふうなちょっと気持ちあるんじゃないですかね。ああ、そうでしょうね。ただですね、アゴストの方もですね、パンチ当てにはもう一つ踏み込みが欲しいんですね、はい、で腰が高いまま踏み込まずに手出してますから、まあ、パンチの威力はちょっとないですね、アゴストは。やりづらそうです、ユニタピア。よく右を出します、アンディ・アゴスト、挑戦者。いつもと違うところは、タピアの違うところは最初打っていきますね、それ打った後に、はい、止まってしまうのがいつもと違うところですね。打った後にこの次が踏み込んでいくんですけどね、普段、はい、よりはやっぱり食ってますね。おーっと、あの辺のジェスチャー、舌を出したりするのもちょっとそういったうまくいかないなという気持ちの表れかもしれません。第5ラウンド終了しています。10対9ですね。有効なクリーンヒットはタピアの方が上ですね。ああ、そうですか、はい。コーナーでカラーを合わせています。挑戦者アンディ・アゴスト。プロモーターがこの試合から変わったという話もしましたが、タピアは結構トレーナーも変えてるんですよね。ああ、もうトレーナーもすごく変えますね前回のあの試合ですか、アルバカーキー戦、あの時にもかなり変えまして、ジェシー・リードからエマヌエル・スチュアート、それから試合のもう直前2週間前にあのエディ・ファッチも呼んだと、はい、いろいろなことをやってます。で結局またあのジェシー・リードトレーナーに戻したんですね。おーと左、ジェシー・リードといえばですね、日本でまああのブルース・カリーですね、はい、あの氷美佐子ですかねの名前でその出てたこともありましたね。それとかですね、まあオーランド・カニザレス、そういった選手をそのいろいろ教わってる、まあその腕のいいトレーナーの一人ですね。このラウンドタピア入ってきてますよ。出てきました。あ、積極的に入ってきました。おお、動きが止まったか、アゴスト、動きが止まりました。モリブローです。かなりアグレッシブに来てます。チャンピオンジョニー・タピア、左モリブロー、同じ左でボディを払いに来ます。ちょっと右が出なくなりました、アンディ・アゴスト。様子を見ました。同時にタピアもちょっと打ち続かれか。浜さん、このアゴストは割とタフでもあるんじゃないですか。ノックアウト負け1回はしてますけど、ね、その試合は見てないんで何とも言えないんですけど、結構タピアのいいのも食ってますよ。食ってはいますけど、自分のスタイルを崩さずできているっていうのは、はい、打たれもろくはないですね、うん。
序盤出ていったタピアですが、この辺は、控えています。このラウンド浜さん何か考えていったんでしょうか。おーと、あのこのラウンドの前半、ね、打ちに行きましたけどね。さあまた行きます。また後半来週します。いや今グローブとグローブ当たりました。みんなパー時を取りました。ちょっと注意を受けます。第6ラウンドを終えています。このラウンドもタピアの方がその有効なクリーンと多いですね。まあ、手数の差がありますもんね。アゴストは結構そのパンチをうまく殺しちゃいますけど、攻撃面でちょっと物足りないですね。ポンパノビーチで行われていますフロリダです。 IBF WBO 世界ジュニアバンタム級のタイトルマッチ12回戦、この選手に勝てば一挙に2本のベルトを手に入れることができます。アンディ・アゴスト。浜さん、このアゴストはここまで何か狙いがあるとすれば何を狙ってるんでしょうね。いや、特別狙ってるというよりもタピアのボクシングに対して自分のスタイルを崩さないというやり方ですよね。狙って出ていったらまた何か違うことが起こると思いますけどね。有利になるかもしれないし、あるいは加藤されるかもしれないしですね。今プッシングですね。今プッシングでスリップダウンはしましたけど、その前のタピアの逆にプッシングで押しといて、はい、右叩き込むところなんか、やっぱり実践派ですね。なるほど。まだ時間あります。第7ラウンド、プッシングで倒された時もですね、決まってすぐ行こうとしましたね。これ正確ですね。喧嘩っぱやそうです。だからタピアっていうのは人気はあるんですよね。結局お客さん退屈させないですよね。確かにそうですね。あくびする暇ないでしょう、タピアの人常にアクションですから。昔のマラソンファイトみたいにお互いこうして足止めてですね、フェイントかけ合って、お互い同士は目でフェイントかけ合って戦ってるんでしょうけど、お客さんから見たらもう手出さないでお互いが睨み合ってるみたいな、そういうボクシングと正反対ですね。もう常にその手を出していくか、アクションしたり、さっきそのスリップダウンしたら飛び上がってきたりですね、いかにも戦う姿勢見せますよね。そうですね。ただそのタピアが今日はちょっとやりにくそうなんですよね。パンチ出した後に重心をもう少し前にかけるとまた、踏み込みやすいと思うんですけどね、連打します。狙って打ち込んでいきます。相手の動きをまず止めようという気持ちからでしょうか。第7ラウンドまで来ています。このラウンドもタピアのラウンドですね、はい、タピアのラウンドはずっと続いています。タピアの胸のあたりなんですが、ちょっと赤くこうミミズバレのようにパンチの跡なんでしょうか、いくつかでき始めています。高柳さんよく気がつきましたね。左の、ね、肩のあたりとか、ちょうど中央の入れ墨のちょっと上あたりとか何箇所かできてますよね。私はラウンドガールの胸を見てました。
これですね、向かっていったところレフェリーがいいタイミングで入ってます。まあ、レフェリーもタペアの性格分かるんで、そういったのは予想をやってますよね。なるほど。まあ、どこまで行こうとしたのか、あれがジェスチャーだった可能性もありますけれども、とにかくそういった観客と飽きさせない、アクションを起こしてくれます。まあ、逆にレフェリー今の止めなかったら、さっきの止めなかったら打っていかざるを得ないですね。やっぱりそうですかね。まあ、走っていってますからね。第8ラウンドに入りました。 IBF WBO 世界ジュニアバンタム級のタイトルマッチ。ダウンされてすぐその打ちかかっていただいたファイティング原田さんとライオネル・ローズが戦った時、おーそこ、はい、原田さんダウンしたんですよ。それ立ち上がってすぐ相手ダウンさせたんですよ。あの東山幸さんだったと思いますけど、やはり先にその倒れた方をカウントすべきだから、ファイティング原田さんダウン取られたんですけどね、はい、あダウンして立ち上がってすぐ相手ダウンさせたんですよ。でそういうこともありました。まあ負け嫌いだったんで、でしょうね。あさあまたラッシュします。まあ、今でこそ8カウント制ですよね。ダウンすると必ず軽いダウンもそのあの8まで数えますよね、ところがそれがない時はカウントノーカウントのダウンっていうのもありますよね、はいはい、ポーンと例えばグローブついた、それすぐあるいは尻もついたすぐ立ち上がってもうすぐファイト、あそんなこともあったよね。レフリーが止めなければね、はい、カウント2、3でいけるんだったらもうすぐやらせてましたからね、うん。お願いします。浜さん、ちょっとオープン気味のパンチなんですか、まあ、今のはそうでしたけどね、ですからオープングローっていうのは一つの反則ではありますけど、はい、やるだけ損ですね、うん、ナックルが当たらないと、まあ、オープンでも全然効かないということはないんですけどね、はい、ナックルが当たれば倍効きますからね。左を返しました。左が突き上げました。ワンツーからもう一発ボディブロー、なんとなく、おーおー、左がまたボディへ飛び込んでいきます。ここで普段だともう少し行くんですけどね、大胆に飛び込んでいきました。なかなか思うようにいきません。イライラしてるのがなんとなく分かります。思う感じがまだつかめてないですね。あまあそれはやはり相手がサウスポーであるがゆえですね、はい、ポイントはそのタピアの方が相手にそのよりダメージ与えてますね。10対9です。第8ラウンドまで来ています。あのフェリックス・トリンダーズあのシニアっていつも選手の方を叩くんですよ。ああ昔の日本のコーチっていうのはコーナーでよく選手ああいう風に叩いてたんですけどね、はい、でラテンアメリカであれをフェリックス・トリンダーズシニアはあれよくやるんですね。だ方を叩くっていうのはですね、選手気づかせるためにはいいことなんですよ。ああ顔っていうのは神経が非常に集中してるんですね、はい、顔っていうのはちょっと叩かれて見たいでしょ、頬を叩かれて、だからいい方法は 両手でパンってやることです。あ片方はダメですか。片方でやるとなんかその親方がその選手いじめてるみたいに見えるんですね。見た目も悪いですけど、はい、ジュニアは結構やられたんでしょうね、そういう意味ではね。そうですね、おそらく自分の息子ですから容赦なくやったかもしれません。だからまああれだけいい選手になったんですよ、フェリックス・トリンダーズジュニアはですね。さあラウンドは第9ラウンドまで進んでいます。ジョニー・タピアが30歳、アンディ・アゴスト27歳。先ほども言いましたが WBO はもう12度目、あ先ほどこの前の試合で手に入れた IBF はこれが初防衛戦。まあ、どちらが愛着あるベルトかそういう話は置いときましても、その WBO というのはいろいろな人がこの第4の団体と言われました WBO を持ち上げていきましたが、このジョニー・タピアもそのうちの一人でありましょうね。そうですね。デラフォーヤももちろんそうですけども、ハメッドしかり、そうですね、やっぱりこういうスターが一人増え二人増え、
そういった団体が大きくなっていくんでしょう。左のボディブローです。これは両ベルトを持っているということは当然ながら両団体の指名挑戦者が代わりがある感覚はあまり開けずに来るということになるんですね。そうなりますね。まあ、なるほど。そうなると下がります。あ、いいの入りましたね。動き止まりましたね。距離を置きました。もう一回、もう一発いきました。また行きます。やっぱり狙いどころはいいですね。ボディ効いたら本当にそこを入れてきます、ね、今度は左レバ ー、 あーちょっと起き上がってきました。アゴスト下がります。何回言ってます。いや、もうストップしろって言ってる。あ、なるほどなるほど。あーっとパンチが返ってきません。見えます。アンディ・アゴスト、ボディ再三打ち続けてきましたが、あ、ボディ効いてますね。これまでの蓄積もありましょう。そしてこのラウンドかなり強烈なのが何発か入っています。ボディ効いてますよ。もうフレンチに行こうとしています。前のめりになっています。アンディアゴスト、おっと、一回離しました。レフェリーはフランク・サントーリ。あっ、右。さあ、そろそろ決める一発を入れてしまいたいジョニー・タピア、チャンピオンです。ここはゴングです。挑戦者はサウスポーですが、もっと右フックなり右アッパー使いたいですね。これだけ相手が荒っぽくなってきてるんですからね。まっすぐ出せばですね、はい、カウンター取れるんですよね。次々と新しいラウンドガールさんが出てまいります。第9ラウンドまで終了しました。このラウンドももちろんそのタピアですね、一方的です。もうポイントは浜田さん、これ随分ね、3人のジャッジも一方的になってるでしょうね、おそらく、ということはダウン、まあ、それ以上のノックアウトが欲しいところですね。タピアの実力からするとですね、本人もそういったことを十分感じながら戦うタイプになります。なるほど。まだ負けがありません、ジョニー・タピア。41勝のうち24KO、 負けはないんですが引き分けが2つあります。なるほど。ボディーブロー、かなりボディーは嫌がっています。今引っ張ったですかね。ちょっとこのレフリーは非常にあのローブローなんかも注意しますね、はい、ちょっとトランクスがずれてきて今そうと左動きを見せます。まだまだ速いスピードが残っています。ジョニー・タピア完全にこれまでのボクシングができなくなりました。アンディ・アゴスト、左を合わせます。ドーレッショー、さっきは本質的にはストレートパンチャーですね。はい、今日の場合はジャブが当たらない、前がもう一つ測れない、でタピアが得意でないパンチャーですね。左フックなんですよ、はい、あの左アッパーは得意ですけど、だからサウスポーに対してはですね、左フック、右当てて左フックの返しっていうのは当たりません。それ出さないで、ここでもそうですね、出せば当たるんですけど出ないんですよね。そういえば左フックはたまに出したときは有効なんですけどね。いいパンチ入れてますけどね。浜田さん、まあ今日はレバーにも入ってますけども、途中から右のねボディによく入ってますよね。右アッパーまっすぐ行ってますからね、あの右というのはボディの中でどうなんですか。あのサウスポースタイルに、サウスポースタイルの選手に対しては抜群な角度ですね、はい、右アッパーは、あ、そうですか、はい、なぜその左アッパーが打てて左フックが打てないかというとですね、はい、右ストレート打った時タピアはですね、右肩が上がりすぎなんですよ。で左肩が沈みすぎなんですよね。おうおうおう、だから左アッパーを打つにはいい姿勢なんですけど、左フックは返しにくいんです。なるほど、
ち上がったああいったレバーへのアッパーが多く見られるんでしょうか。それだったら下打って左まで返せばいいんですけどね。はい、ワンツー、綺麗なストレート。そうですね、ストレートはあっても深くありません。左、おお、ストレート、おさ、ボディ、ナイスアッパー。いや、このラウンドもまあ誰が見てもという感じになりましたけども、小泉さん、やっぱりこのラウンドも構成を続けているのはタピアですね。あと2ラウンドを残すだけになりました。 IBF WBO 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、まあ、このアゴストと戦ったフリオガンボアの話をちょっとしましょうか。はい、いずれその飯田選手とその戦うことになると思います。はい、だいたい身長が165あるかないかですね。で、中南米にしては割とその体がそのアップライトのサウスポーですよね。はい、でパン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 って言ってそのワンツースリーフォーコンビネーションで打ってきますね。で、その武器はやっぱりワンツーそしてライトフックですね。そのサウスポーですね。はい、このアゴストの試合はですね、その中南米ジュニアライトジュニアバンタム級タイトルマッチだったんですけど、そのフリオガンバーの左クロスがもろに当たったんですよ。おで横倒しに倒れたんですね。これそこで追い上げてまたダウンさせて、それでレフリーストップですけどね。さあ、このラウンドあたりで決めてしまうことができるでしょうか。いいパンチ入っているんですけど ね。まあ、その一つに倒し屋ではないっていうのもあるかもしれませんが、やっぱりアゴストが打たれ強いんではないかというそんな気もします。まあ、それと体がしなやかですね。はい、吸収してしまうんでしょうかね。そうですね。それと、まあ、あまり気の強い選手じゃなさそうですけれど、相手をよく見てますよね。相手のパンチから目を離すとですね、はい、その食うときにですね、体締められませんから、あの筋肉締められませんから効くんですよ。だから見えないパンチが効くっていうのはそういうことなんですよね。交代するシーンが増えてきました。プエルトリカンのアンディ・アゴスト。このところちょっとタピアのパンチの当て方が雑になってきますね。ナックルパートきちんと当たってないです、ね。はい、手数出してる割には。私はタピアちょっとグローブの中の握りが甘いんじゃないかと思いますね。でナックル肘の返しっていうのがちょっと甘いから、もう一つフォローする効かなくてパンチが効かないんだと思いますね。はい、よくスピードのある選手、握りの甘い選手いるんですよね。握り固めるとちょっとスピードが鈍るんですよ。なんかスピードもあって、そのあのパンチ効かせるためには、当てる瞬間まあできるだけ強く力入れないんですよね。当てる瞬間クッと握ってめり込ませてストンと返ってくるようなパンチ、そのパンチが切れるんですよ。このラウンドも残り10秒切りました。これはラストラウンドまで行きそうです。11ラウンドも終了です。このままではフルマークですか。私の採点ではフルマークですね。一方的になってきて、もうついにあと1ラウンド残すのみになっています。ラストラウンドのラウンドがある、やっぱり一番あの美人出してきましたね。しかしラストラウンドってはない可能性いっぱいありますからね。やっぱりね、パンチと一緒で見えるか見えないかぐらいのところが一番素晴らしいんでしょう。手振ってんだけど分かりません。ラストラウンドです。何をやってんのかな。あれもうアイは実際いいんですか。
あんなことをする暇があったら、その一発でもパンチ出さないといけないですね。相手のセカンドにまだ試合も終わってないのに、だからこの辺が、傲慢すぎるんですよね。あんなことやる暇があったら倒せよって言いたくなりますね。ラストラウンドです。まあこれだけ一方的ですから、ダウン一つは欲しいですね。本人も倒すつもりでいったんじゃないですか、その前に。おー、右のマット走りました。ストレートを打ち込んできます。逆にジョニー・タピア、日本の選手はあんなの絶対守ったらダメですね。試合の途中に相手のセコンドこうしてラストラウンド、選手とこうしてラストラウンドの時にグローブ合わせるのはこれは慣例ですけどね。それ以上に相手のセコンドに何で挨拶する必要があるんですか。さあ倒すことができるか、もうそこに焦点は絞られております。パンチのある選手っていうのはですね、はい、後ろ足のその親指っていうのをですね、ひねるんですよ。トウっていうんですけどね、英語では、はい、今滑りましたよね、このラウンドの最初、あれと同じ右足の親指の使い方が悪いんですよ。シューズが回転してないんです。隣の浜田さんみたいな、左ストレート打つときはシューズが回転してますよね。手数で言っています。残り1分を切りました。まあ一回はダウン欲しいですね、判定にはなりそうな感じですね。このままいきますと、その判定ももう勝敗はこれはもう間違いないところでしょう。このままいきますと、もうこのぐらいまで秒数が残りわずかになってきますと、もしアゴストが倒すならば奇跡の一発に近くなります。いや、ボクシングですから何が起こるか分かりませんね、はい、その奇跡が起こるか。20秒を切りました。ダウンを取るとするとですね、はい、10対8もつけてもいいぐらいの9ラウンド目、そのボディーブローを効かせましたね。もう次のラウンドにですね、上を打って上を打って、その相手の目をそのごまかして、すぐ狙いボディーへスパーンとその持っていくことだったんですね。それから後のラウンドちょっとボディー攻撃忘れましたからね。相手を持ち上げました。結局倒すことはできませんでした、ジョニー・タピア。まあこれがタピアのボクシングなんでしょうけどね、このところ判定の試合が増えてますよね。やっぱりもうちょっとパンチを効かせるそのトレーニング工夫っていうのをした方がいいですね。12ラウンドもこれジョーさんタピアにつけますか。私タピアにつけますね。フルマークですね。120対108ですね。12ポイントですね。ただまあ9ラウンド目10対8つけてもいいんですけどね、もっと攻めてたらいいんですけれど。それにおそらく近い3人のジャッジの採点が出るんではないでしょうか。もしポイントをですねアゴストに与えるとすると1ラウンド目ですね。1ラウンド目はいい右アッパー、もう開始早々いいパンチ当てましたけどね。カメラはジミーレノンジュニア。さあジャッジです。 Ladies and gentlemen, after 12 rounds of action, we have a unanimous decision. The judges are in agreement. Here are the score totals. Judge ringside, Robert Cox scores the bout 117-111. Hugo Peniche scores at 119-109. Judge ringside, Rocky Young scores at 120-108. All three in favor of the winner. 117-111. そして119-109. 120-108.大差ついてますね。はい。ジョニー・タピア。防衛に成功です。IBF は初防衛となりました。それから WBO は12度目の防衛です。12度目の防衛ですからね。ポイントは圧倒していたようです。
まずはこの日本のベルトを守ってみせましたジョニー・タピアです。